のにある獣の外骨標本化された哺乳類の外骨。画像はアメリカのマジカ。出土した人の外骨外骨とは、第一義には、脊椎動物の死骸の腐敗が進んで、有機物が消失したことで骨格だけになったもの。白骨、むくろ、死体、骨の他に人体と軟骨をも含む。第二義には、体の骨、体の骨組み、骨格、 第三義には、勤めなどを得た後の、役立たなくなった身の例え。英語では、スケルトンの第一義と、おおよそ同義である。日本語では一般に、甲骨魚類などの骨格だけになった死骸は、骸骨とは呼ばず、主に人、または哺乳類の骨格主体を骸骨と呼ぶ。人の頭骸骨は、ドクロ、シャレ神戸などと呼ぶ。乾燥した地域を除き、 放置された死体はおおむね最終的に骸骨となる。そのため、歴史的に骸骨は死の象徴であり、死神や各種の血味毛量など、骸骨の姿で表されるものも多い。他に、ドクロと骨も骸骨をモチーフとしており、恐怖感の演出や死の危険を示す役割を果たしている。日本の骸骨妖怪にはがドクロや骨女、胸骨などがあるが、実際には、 日本の伝承上に骨の怪異がそれほど多いわけではなく、骨にまつわる妖怪も中身が伴わずに恐ろしい外見だけで終わるものが多い。他方で不乱しつつある死体が剣を感しか抱かせないのに対して有機物が分解しきって乾燥した骨だけになってしまえば不潔感を抱く素材はほとんどなくなってしまう。そこからむしろ開き直った爽快さを感じることも可能であり、 ユーモラスなものとさえみなしえる。1976年に子供向けの番組で放送された曲、その他にも一種の格好良さとして用いられる場合も多い。また、漫画やアニメを主とした映像作品等では感電した時の喜劇的表現として、電気を帯びた毛合い服、身体全体が逆だったキャラクターのシルエットの中に骨が透けて映るといった演出がなされることもある。 骸骨をモチーフとして作成された作品やキャラクターは、数多く T シャツなどの衣服や銀在庫のデザインにも使用されるなどその用途は幅広い。風水や占いでは死を連想させるため、身近に置かない方が良いとされることもある。看護では、辞職を願い出ることを、骸骨を凝うという表現がある。感触にある間は、自分の体は主君に捧げたものとして、 それを返して欲しいと恋願うい。歌川国吉の西木へ、相馬の古代理、高下2から3年頃観光。大谷太郎光国、大谷中将光国が滝寄るはびめ、滝屋社姫の操る巨大な骸骨と戦う場面。詳しくは、歌川国吉国吉画廊を参照。ありがとうございます。